んてバレたら僕。あ、目開けた。気分はどう？どこか痛んだりしない？ああ、よかった。生きてた。本当にびっくりしたよ。殺しちゃったんじゃないかと思って。殴ったんでもないし、まあひょんなきっかけで、あのこいつ一体何なのとか、ねえ君、本当に大丈夫？名前は
や、腕にも足にも。あ、そっか、君はこの怪我で動けないほどの怪我ってわけじゃないみ。入るぞ。あ、うん、おい、いつまで寝、もう10時なんだけど。え、だって入院、この人、病院の人。ったく、何ぼーっとして。してるなら先。ちょっとそれは僕が叫んだところで。マジ、俺退院手続きし、じゃまた。行っちゃった。はあ、とにかくっていうか、もし彼氏じゃなかった彼氏なら当然なのかもしれん。あ、それよりまずは、そういえば退院手続きしてく。いきなり入院中と退院手続き代行してくれる本当に信頼できるにっていうか、なんで彼、あいつも君も、いや、まあ、あ、とにかく気がい、置いてあった服、さて、あとはさ、ただいま。しない、なんか本当に。いやいや、大丈夫。うん、あれ、お前、あのさ、お前いた、さっさと飲めよバカ。でも一応心配し、あ、とにかく痛み止め飲む。意外と片付いてるな。え、あ、本当だ。とりあえずここは特にやることなさそうだし、家まで近いけど。なあ俺、お前の、かしこまりま。彼が言った行き先の名前に心当たり。ここが君の家か。あ、まさかこの。何、自分家に。おい、どこまで行く。あ、鍵。もしかして俺が預かってるだろう。最低限の日常生活は、倒れたらベッドまで運んでやるから。なんて、この場合の緑茶む、何言ってんの。お子様か。ま、いはあ、この家の鍵を預かってたわってどういうこと。まあ今はとりあえず、着替え類は、お茶入ったか。朝から何も食べてないんだろ。聞きたいことはいい。なあ、もうこんな時間か。やっと帰ってくれる。そろそろお前限界だろ。な、明日も来るから。本当に分かってる。え、何。いや、いいわ。何が分かったんだよ。じゃあまた明日。あ、鍵はキッチンカウンターの上に置いといて、寝坊する。
不審がられてた。はあ、それに今朝まで入院してたんだもん。部屋の中も探ってみた。あれ、携帯ないよ。なんで？今時の、病院にいる間は必要。とりあえず財布の、明賀大学心理、さっきのあいつは、あいつは浪人したのかな？それとも年下？今日一日喋ってたのに。でも、家の鍵を、記憶を失う前に。でもこれって、普通、ちょっと様子を見てみて、本当にし、本当にな、で、とにかく今日はお疲れさ。だから昨日ね。え、もしかしてどんな厳しい生。入るぞ。これ朝飯買ってきた。それと今日で付き合って1年になるよ。え、なんでいきなりそんな。あ、で俺昨日からお前、え、いつもしょっちゅう呼ばれてる。てか普段は俺が邪険にしても。うわ、バレてる。で、聞きたいんだけど。なわけあるか。いや、本当に。な、ちなみに付き合い始めてからは。はぁ、てめえ。なんで隠したがってるのか知らないけど、もうしらばっくれても。隠してるのは間違いないから、聞いても言わないだろうと思って。なんで記憶混乱してるんだろお前。てか隠せると思う方がおかしいだろ。俺がお前と付き合ってるってすぐ分かんなかったの。様子が違ってても。バーカ。そんなに心込めてバカな。朝からおかしいと思ってたって。で、なんでか分かった。それでもう、で、どこまで理解で、自分の名前は分かっ。それは大丈夫だよね。なあ、身分証はあったのか。じゃあ一から説。俺の名前はシン。お、3ヶ月前からは付き合ってた。年下だったんだ。お前の両親は海外に赴任中で、その代わりに俺が。ああ、なるほどね。幼なじみで恋人だった。一遍に話しても混乱するだろうし、他に気になることあるか。ああ、悪かった。え、俺のせいなんだ。お前が怪我したのも。え、ちょっと待って。お前は10日くらい前、記憶が混乱してるのは。違うんだ。事故のことは悪い。俺もとにかく全責任は俺に。おばさんとおじさんにも申し訳ありません。全然俺の責任です。本当に。シン、ねえ、今の過去の記憶じゃない？シンがご両親に謝ったところだよ、きっと。シンの言葉をきっかけに記憶が。よかった。やっぱり完全に忘れてるわけじゃない。どうかしたか。うん、嫌なところを思。大丈夫だよ。よかった。もしかして昨日の。そうだよね、彼女厳しく見えたのも。シンが緊張。お前動けそうか。その辺歩いてみようぜ。そうだね、見慣れた風景。この辺がお前の実家のあった場所。あそこが俺の家。お前の家からは次バイト先。ちょ、やっぱりよ。
昨日まで入院し、っていうか家がすぐ近くって、もしかして1周年